庁秀樹が主催いたしまして、大東亜役員会議というものをね、開くんですね。その話を申し上げます。はい、お願いします。大東亜役員会議に招集された諸国の出席者、名簿は焼却されていたが、毛教だけは判明して、出席者は、駐市大使館、張家口事務所、総務部長の陸軍大佐、門脇三郎。実質上の代表は、金融課長、牧野浩二と遠征課長、大野剛。それに、毛教連合自治政府顧問、杉本博士だった。中でも、牧野浩二は、高等文官試験に合格、すぐに大蔵省に入り、あの大平正義のように、未来の大蔵大臣と言われ、毛教へ送り込まれた人物だった。会議の内容は、それぞれの消し、この藍の原料の作柄と、今年度の収穫予想の報告であった。藍生産額トップの毛教組は、東条首相以下の座るメイントーブテーブルに続く最右翼に座った。つまり最上席を与えられた。この報告も一番最初だった。言ってみれば、みんなにこの毛教に倣い、追いつき、追い越すように努力せよという実物手本を示すことだった。毛教の報告は、門脇総務部長、杉本博士陪審員がやった。はるばる連れてこられた現地の傀儡政府、毛教連合自治政府の4人の幹部中国人は、はるか離れた窓際の椅子に座らされたまま、ついに一言も発言させられなかった。ビルマは努力が足りないとの声があったが、すでにビルマでは決死裁判に適している東北三陸部は中共軍が侵攻を受け始めて、中共軍の侵攻を受け始めていたし、イギリス軍のゲリラも入ってきていて活動していたので、無理もなかった。この会議は、日本政府はこれほどお前たちに期待しているというデモストレーションの効果はあったが、でもその一方で見抜かれていたのであった。何を見抜かれていたかというと、日本はこんなことまでして戦争費用を稼ごうとしている。勝った勝ったと景気のいいことを言っているが、中身は火の車。そろそろ危ないなと冷たい目で日本を見ていたのであった。会議は3日間にわたって開かれたが、それは4割から2倍の増産目標を来年度に達成すること。国は諸君らの活躍に期待するところを重大である。との東条首相の挨拶で終わった。会議の終わった後、肉も魚も野菜までも、一般国民は手に入らなくなっていたのにも、かかわらず、びっくりするようなご馳走が並ぶレセプションが開かれ、総理以下、ずらりと顔を揃えたが、何か仕上げていたという、当時の出席者が回想している。料理飲食店は全て営業を停止にされ、一般国民は配給で卵を1個手に入れるのに血眼になって探し、それでも手に入らずに泣いている時代であり、魚類ときたら半分腐ったスケソウダラの切り身が5人に1切れ、週に1回やっと配給されるだけという時代などに、タイの刺身から伊勢海老まで並び、さらに国産ウイスキーですら一般国民に国民には手の届かない時代に、上海から飛行機で取り寄せたスコッチが置かれるという大接待であった。ともかく、そんな愛をめぐる前代未聞の大東亜会議が、すでに詳しく述べた、東条チャール陰謀計画からわずか7年で、東京の外務省の建物で開かれるまでになってしまったということであった。陰謀という怪物が転がり始め、陰謀グループが一国を牛耳に至ったことの怖さとでもいうものが、東条が総理となることによって現実化したのであった。さて、大東亜役員会議を境に、戦局は
ソロモン群島から全面退却。マキン島、タニワ島、玉砕、クエグレリン島、フロット島玉砕、トラック島で艦船43隻と航空機270機を喪失、ピアク島玉砕と戦局は転がるように奈落の底屋をしていった。昭和19年4月には、ヌルクビギは必死の特攻兵器、人間魚雷、回転、水上特攻機、新洋の製造計画が軍令部から出され、ここを破られたら日本の生存を否定されると、東条首相自身が宣言した。サイパン島も昭和19年7月7日に玉砕した。その責任を問われた形で、東条英機は遜色した。うん、簡単にですね、選挙区の場合を申し上げましたけど、このサイパン島をですね、岸信介はどうしても守れということで、東条と対立したんです。東条はお前のような文官が軍事のことはわかるか、黙っとるということで、喧嘩をしましてね、岸は辞めたんですね。そのサイパン島が玉砕したんです。東条の責任は非常に重大と言わざるを得ません。東条は、辞めたわけですね。どうなったかというのは、また次に申し上げます。はい。